マックス・アンソニー・モロフは、アメリカ合衆国フロリダ州オレンジ郡、ウィンターパーク出身のプロ野球選手。右投両打。MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称はマックスウェル。2012年の MLB ドラフト16巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、傘下のルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツで、プロデビュー。23試合に出場して打率。343、1本塁打、7打点、7盗塁を記録した。2013年は、A 級、ウェストバージニアパワーでプレーし、115試合に出場して打率。233、8本塁打、48打点、8盗塁を記録した。2014年は、A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーし、130試合に出場して打率。244、1本塁打、50打点、21盗塁を記録した。2015年 AA 級アルトゥーナカーブでプレーし、136試合に出場して打率。293、7本塁打、51打点、17盗塁を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2016年は開幕からトリプル A 級インディアナポリスインディアンスでプレー。7月31日にメジャー初昇格を果たし、同日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。2試合に出場後、8月4日にトリプル A 級インディアナポリスへ降格した。この年トリプル A 級インディアナポリスでは133試合に出場して打率。230、8本塁打、45打点、9盗塁を記録した。2017年はメジャーでの出場が56試合に増え、打率。203本塁打、21打点を記録した。また、7月19日のブルワーズ戦では、延長10回裏にサヨナラ安打を放っている。2018年は26試合に出場して打率。186、3本塁打、9打点を記録した。2018年11月14日に、エリック・ゴンザレス、ターマージ、トーマス、ダンテ・メンドーサとのトレードで、ジョーダン・ルプローと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2019年5月5日に DFA となり、11日にマイナー契約で傘下のトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズへ配属された。オフの11月4日に FA となった。2019年12月5日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。だが、2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されず、メジャーにも昇格しなかったため、公式戦の出場はなかった。オフの11月2日に FA となった。2020年12月15日にセントルイス・カージナルスとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年は開幕をトリプル A 級メンフィス・レッドバーズで迎えた。5月14日にポール・デヨングの故障者リスト入りに伴いメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。